はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今回は、ビートルズのメンバーとですね、レゲエの、まあ、代表的なというかもうレジェンドですね、ボブ・マーレーが、まあ、一言で言えばこう相思相愛の中であったということをですね、ちょっと振り返ってみたいというトピックです。まあ、僕自身はレゲエにそれほど詳しいわけではないんですけれども、特に80年代90年代かな、一番レゲエが流行っていた時期っていうのはその頃だと思うんですね。やっぱりその頃はね、なんだかんだとレゲエはよく耳に入ってきましたね。で、自分もいいなと思って聞いてた時期も正直言うとあるんですね。まあ、ですが今日はですね、ジョージ・ハリスンはじめ他のメンバーも1970年代中盤にそのボブ・マーレーに注目していて、もう行き来もあったということで、早くから、レゲエに、まあ、大いなる関心を示していたと。で、逆にボブ・マーレーの方もですね、まあ、ビートルズに、まあ、大いなる敬意を払っていたというよりもかなり好きだったっていう感じですかね、これ読むとね。で、まずはそのトピックを追っかけたいんですが、こちらをご覧ください。まあ、これはですね、ジョージ・ハリスンが1975年7月13日にロサンゼルスのロキシーシアターにボブ・マーレーを訪ねた時の話なんですね。で、こういう写真も残ってますね。ジョージがマーリーが好きだと聞いて、アイランドレコードの社長が、ジョージを招待したということなんですね、このロキシーシアターに。で、ジョージがバックステージに来るとなった時、ボブ・マーレーの方は目に見えて盛り上がっていたということですね。で、これをレポートしているのはこのキムさんという女性のカメラマンなんですけれども、ジョージがやってくると聞いてボブ・マーレーは本当に興奮していた、ビートルズだぞってボブは言ってたということですね。2分しか2人が一緒になっていなかったらしいんですけれども、バッテリー切れのカメラで30秒充電してもがき苦しんでなんとか撮影したと。で、結果オーライっていうことでこれが出来上がったということらしいんですね。まあ、実際にはまあ、これだけじゃなくてもうちょっとねトピックがあるんですよ。次ですね。ジョージはボブ・マーリー&ウェイラーズを 6C で3回も見てからしばらく戻ってこなかったっていうことで、3回も見てたと、3夜行ってたということらしいんですね。で、ジョージが言うには、この10年で最高のコンサートだったと。ボブ・マーリーは若い頃のディランを思い出させてくれたと。初めてギターを弾いてるようにギターを演奏してたしねということで、まあ、なんかこうね、若干こう素人っぽさを感じたのかもしれませんけど、それが良かったんじゃないでしょうかね。それにリズムだけどすごくシンプルだろ、でもとても美しいと。ウェイラーズは一晩中見てられるということで、相当ジョージ・ハリスンの方もお気に入りだったっていうのは間違いないですね。で、そのシンプルさっていうよりもおそらくね、やっぱりリズムが気持ちよくなるんですよ、確かにね。レゲエっていうのは僕もそれは同意です。はい。で、ボブ・マーレーの方なんですけれども、これはね、なんか英語で書いてあるんですけれども、やっぱりボブ・マーレーが語ってる英語なのでちょっとね変な感じなんですよ。なのでちょっと意訳も入ってます。ビートルズの曲をカバーした、彼はカバーしてるんですね、 And I Love Her。 これ面白いので下にリンク貼っておきます。で、俺たちは会って握手してすごい話をしたんだ、すごくいいやつらなんだ、俺は奴らに会って座って話をするのが本当に好きだ。奴らは親友なんだ。ね、ルーツを愛するんだ。一晩中だ。王様と女王がいるようなもんだ。な、奴らはルーツなんだ。ということで、本当にこう、元々のね、部分からしてビートルズを好きなんだということで、まあ、ルーツっていうのはね、音楽のルーツ、自分の音楽のルーツっていう意味もあるのかもしれませんし、ビートルズがいたから世界の音楽が、なんていうんですかね、こう出来上がってきたルーツでもあるっていうふうに感じるのか、それともビートルズがやってる音楽そのものがルーツに忠実な音楽だと言ってるのか、この辺はよくわかりませんが、でもボブ・マーレーにとってはルーツというふうに感じるわけなんでしょうね。とてもこう、なんかね、僕としては嬉しいコメントですね。で、ジョージとはこういうふうに親しくなってきたわけですけれども、ボブ・マーレーはやつらって言ってるわけなんですね。で、どういうことかというと、
他にもあって、ジョンとリンゴは1976年にボブ・マーリーのコンサートをやっぱり同じくロキシーで見ているっていうことなんですね。で、ポール・マッカートニーはボブ・マーリーが亡くなった後、1984年に作られたワン・ラブの PR ビデオに実は出てるんですね。これもあったらリンク貼っておきますね。で、これはボブ・マーリーのベースのアストン・ファミリーマン・バレットっていう人がですね、ポールの超ファンだったらしいんですね。辞任してるらしいんですけれども、彼がポールを PR ビデオに出てほしいと誘ったということらしいんですね。ということで、全員がこうつながってるっていうのがボブ・マーリーとそのグループと、それからビートルズなんですよね。まあ、あのジョン・レノンは確か1970年代に、ニューヨークでやったコンサートの中でもですね、レゲエだレゲエだって騒いで、こう自分でねステージの上からコンサートやってて叫んでたようなね、ビデオもあったと思うんですけれども、やっぱり早くからレゲエに注目していたわけですね、ジョン・レノンもね。なんかね、まあ、あのビートルスっていうか、特にジョン・レノンがレゲエにちょっと走ってたっていうのは僕は記憶があったんですけれども、ジョージ、リンゴ、それからポールも関係してたっていうのはまず驚きだし、でジョージがこんなに熱上げてたっていうのももっと驚きですね、うん、ビートルズがまだね1970年代というと大いなる影響というか、そのまだまだ世界の中ではトップレベルの影響力を持ってたと思うんですね。まあ、その意味ではね、ボブ・マーレーも、こういうふうにビートルズが注目してくれたっていうのは嬉しかったんじゃないでしょうかね。というのはですね、やっぱりビートルズが初めてアメリカに出ていった頃というのはですね、全くブラックミュージックっていうのはアメリカの国内でも注目されてないような人たちが多かったんですよね。で、ビートルズがアメリカに行って初めてインタビューを、された時に、例えばジョン・レノンが、俺はマディ・ウォーターズが好きだとか、それから B.B. キングが好きだっていうことを言うわけですね、ジョン・レノンがね。で、それで初めてアメリカの中でもですよ、インタビューアーもですね、アメリカのインタビューアーがですよ、マディ・ウォーターズってそれどこの沼地だとかね、どこの池なんだって、そんな話をしてたぐらいですからね、誰も知らなかったんですね。でもビートルズの方が先に走って知っていて、当然大好きで、で B.B. キングの名前も出したわけですよね。で、そのことに B.B. キングはものすごい驚いて、ビートルズが自分の名前を出してくれたということで、それはコメントまで出してますよね、B.B. キングがね。驚いたし感謝してるし、で彼らが大好きだという意味のねコメントも B.B. キングですら出したと。今だったら考えられないですけどね、逆に B.B. キングの方が王様みたいなね感覚でいる人も多いと思うので、なかなか考えられないですよね。でも本当にそのくらい無名だったわけですよね。で、まあね、ボブ・マーリーの頃はですね、すでにレゲエっていうのは注目はされていたかもしれませんけれども、でもやっぱりビートルズがこうやって名前を出して、くれたことに、どっかで感謝もあったんじゃないのかなという気も同じくしますね。参考までにこのロキシーって僕もですね、確か行ったことがあるんですよね。確かっていうのはもう大昔で、もう具体的に中の様子とか覚えてないんですけれども、だけどロサンゼルスのライブハウスっていうのは結構、もう何十年も前ですけどね、行ってまして、やっぱり熱気ムンムンだったですね。で、実はねその頃いろんな関係があって、現地のねロサンゼルスの頑張ってるミュージシャンたちともこう交流があったんですけれども、話をしてるとですね、やっぱりビートルズがここに来たんだとか、でボブ・マーリーがここに来たんだとか、それからビーチボーイズがここに来たんだとかですね、そういう話をやっぱりみんなするんですね。なので、ライブハウスの人たち、それから観客やその地元のミュージシャンっていうのはこう誇りにしてたっていう感覚は僕もよく感じましたね。本当にね言うんですよ、トルバドールっていうところだと、ジョン・レノンがここに来てたんだぞお前っていう風に言うし、トルバドールって結構有名なとこですけどね、ジョン・レノンが追い出されたとかねいうとこがあったり、まあ、懐かしいですね。逆にジョージ・ハリスンはじめ、ジョンもね、リンゴもロキシーに行ってたのかと思うと、やっぱりみんな盛り上がってたんでしょうね。ボブ・マーレーもきっと嬉しかったんじゃないかなというふうに思います。はい、失礼します。